子供というものは赤ん坊の自分はなんとも可愛いものでちょいとあやしてやってキャッキャと笑ってる顔を見ておりますとこっちまで幸せな気分になったりするものですねところがこれがだんだん大きくなって歩き回るようになり言葉や理屈を覚えるようになるすると一体どこで覚えてくるんだかいうことを聞かないんでこっちが叱っても憎ったらしいへ理屈で返してみたり そうかと思うと自分の思い通りにならないからと、ただをこねて泣きわめく。たまの休みに家族でどこかに出かけたりしますと、こっちを叱ったりなだめたり、勝手に動き回るのを追いかけたりと大忙しで、元気なのは子供ばかりで、親の方は疲れ果ててしまう。なんてことも多くなってまいります。まあ、それだって、 子供の成長にとっては大事なステップなんでしょうし、たまに甘えてくれば自分の子供ですからやっぱり可愛らしいと思うものです。それに振り返ってみれば自分たちだって子供の自分はやっぱり同じように親を困らせていたんでしょうね。おっか、ちょいと羽織り出してくれ。長屋住まいの八五郎、縦島の小門を切ると女房に声をかけます。 なんだろうねこの人は、新しく羽織をしつらえたもんだから、用もないのに羽織を着ちゃ、表に出たがってさ。と、呆れる女房に、バカ言ってやがら、用もねえのに表に出たがるやつがあるかい。今日は天気もいいからよ、その羽織を羽織ってね、ちょいと天神様へお参りに行ってこようと思ってな。と、八五郎。あら、天神様。 そういえば今日は初天神じゃないか。じゃあさ、金坊も一緒に連れてってやっておくれよ。女房が言うと、それまで機嫌の良かった八五郎の顔が曇ります。金坊は勘弁してもらおうじゃねえか。勘弁してもらおうったって自分の子供じゃないか。自分の子だから嫌なんだよ。あいつは表に出た途端、あれ買ってくれ、これ買ってくれってよ。 あいつと表を歩いた日には、俺はまんじりともできね。だから早く羽織り出してくれ。あいつが帰ってきちまう前に早く出かけるからよ。ほら、早く。って、あらー、帰ってきちゃったよ。ため息まじりの八五郎の前に走ってきたのは、今年六つになる息子。おとっつぁん、ただいま。さっさと出かけてしまおうと思っていた矢先に帰ってきた金坊に、八五郎は、 鼻が効くねえ、こいつは、と一人ごちます。え、なあにいや、なんでもねえ。それよりまだ日もけえじゃねえか。どっか行って遊んでこい。どっか行って遊んで帰ってきたんだよ。もっとどっか行って遊んでこい。だって友達みんな家に帰っちゃったもん。友達が家に帰ったらお前も帰って遊べ。だから帰ってきたんじゃないか。あらお父っちゃんどうしたの羽織なんか来ちゃって。 どこかへお出かけ目ざとく羽織姿に気づく金坊に八五郎なんとかごまかそうと、おう、今日はこれから怖いおじさんたちの集まるところへ行って仕事の打ち合わせだ。と、十面を作ります。ははは、嘘だよ。長い付き合いだものおとっちゃんの顔色を見ればわかるよ。と、八五郎の嘘をあっさり見抜く金坊。あ、わかった。 天神様に行くんだろう。今日は初天神だもの。ねえ、お父っちゃん、あたいも連れてっとくれよ。初天神。ねえったら、そう言って袖口にすがりつく金棒に、勘のいいガキだねえ、どうも。と八五郎は一つため息を吐き、開き直ります。ああ、そうだよ。これから初天神に行くんだ。でも、おめえは連れてかねえよ。どうせまたあれ買ってくれ、これ買ってくれって言うに決まってんだから。 そんなこと言わないでさ、あれ買ってくれ、これ買ってくれって言わないからさ、ねえ、いいだろうと甘えた声でねだる金坊。ダメだ、ここで約束したって一歩表に出りゃ必ず言うに決まってんだから。絶対言わない。男と男の約束だ。だからさ、ねえ、連れてっておくれよ。聞いた風なことを言ってやがら、ダメだったらダメ。そんなこと言わないで、ねえ、連れてっておくれよ。 ねえ、おかっつんからも頼んでおくれよ。かたくなな八五郎の態度におかっつんを味方につけようとする金坊。ちょいとあんた、連れておやりよ。そう言った後、小声で。やだよ、置いてかれちゃ。家ん中でぐずられちゃ、たまらないんだから。と、女房。ねえ、連れてっておくれよ。連れてっておやりよ。連れてっておくれよ。連れてってやんなよ。 二人がかりの攻撃にさすがの八五郎も諦めます。ろせえな。わかった。連れてくよ。ただ、死と八五郎。いいか、金坊。男と男の約束だ。表であれ買ってくれ、これ買ってくれと言ったら、ただじゃおかねえぞ。そうだよ、金坊。ちゃんとおとっちゃんの言うことを聞かないと、川ん中へほっぽり込まれちまうよ。ほら、聞いたな。じゃあ、行くぞ。いいか。また、だだこねやがったら、 帯ひっつかんで遠慮なく川の中ほっぽりこんじまうからな。十面の八五郎、横を歩く金棒がわがままを言い出さないように改めて釘を刺します。いいよあたい泳げるもん。泳げたってだめだ。川にはカッパがいて、おめえなんぞ頭からガブリと食われちまうんだからな。声を低くして身振り手振りで脅かそうとする八五郎に金棒は呆れ顔。こないだ先生が言ってたよ。 カッパってのは架空の生き物で本当はいないって。そんなのまだ信じてるなんてお父っちゃんは意外とあどけないね。ほんとかわいくないねお前は。ほらちゃんとひっついて歩け人が多いからよ。迷子になっちゃいけねえ。天神様の境内に着くと金棒目を見開いてあたりを見回します。お父っちゃん、人がいっぱいだね。初天神だから当たり目だ。 お参り行く人と経る人の肩と肩がぶつかって、それでごったゲースのよ。へえ、ねえ、おとっちゃん、なんだ人もいっぱい出てるけど、お店もいっぱい出てるね。おお、そうだな。今日は店がいっぱい出てるな。ねえ、おとっちゃん、なんだこんなに店が出てるのにさ、今日の値はあれ買ってくれ、これ買ってくれって言わないでしょ おお、言われてみりゃ、今日はあれ買ってくれ、これ買ってくれって言わねえな。ねえ、おとっちゃん。あたい今日はいい子だよね。そうだな。そうやっておめえがいい子にしてりゃ、おとっちゃん、いつだっておめえを連れて歩いてやるんだけどな。ねえ、おとっちゃん。あたい、いい子だよね。そうだな、いい子だな。だからさ、ご褒美に何か買っとくれよ。 ほら、やっぱりと八五郎はため息を吐きながら、始まりやがったな。今日はそういうこと言わねえって約束で来たんだろうーん、そんなこと言わないでさ。ほら、あそこに団子が売ってるよ。ねえ、団子買っとくれよ。団子。男と男の約束だって言ったな。おめえだろだからさ、男と男の約束であれ買ってくれ、これ買ってくれって言わないんだからさ、ご褒美に団子一つ買っとくれよ。 ねえ、一本だけ。うるせえなあ、買わねえったら買わねえんだよ、今日は。しつこく食い下がる金坊に八五郎とうとう声を荒げます。すると金坊、途端に目の中に涙をいっぱいに溜めて、うーん、団子を買っとくれよ。団子、団子。と大声で泣き出し周囲の人たちの視線が集まります。 おお覚声で泣くんじゃねえよ。みんなこっち見て指差して笑ってるじゃねえか。あ、みっともねえな。わかったよ、買ってやる。ひっぱたいてやりたい気持ちをぐっとこらえ、八五郎。まあ、団子一本くらいならと諦め、だからこいつ連れてくるのは嫌だと言ったんだ、なんてぶつぶつ言いながら団子屋の前に金棒を連れて行きます。おう、団子屋。へい、いらっしゃい。なんだっててめえこんなところに店出しやがったんだ。 いきなり文句を言われ驚いた顔の団子屋ですが、そこは商売人。いつも出ておりますよ。とさらりと返します。いつも出てるんなら今日から休みはいいじゃねえか。そんなことを言われましても、てめえも商売ですから。あまあいいや、団子一本くれ。んあんこに決まってるじゃねえか。蜜はベタベタ汚れちまって家に帰ったら、かかに文句言われちまうだろう。と金棒を指さす八五郎。 こいつだけが言われんじゃないんだよ。俺とこいつを並べて文句言われるんだよ。だから、あんこだあんこ。蜜がいい。うーん、蜜にしてくれ。子供が食べるんだからね、蜜たっぷりおまけにしてくれよ。と言われた通り蜜たっぷりの団子を受け取ります。すると手に持った団子からたらりたらりと蜜が垂れてくる。ほら見ろ、あっちからこっちから垂れちゃって大変だ。なんて言いながら八五郎は蜜をひとなめ。 普段は甘いものなんか滅多に食べない八五郎ですが、久しぶりの蜜は存外美味しく。なんて吸ってるうちに蜜が全部なくなってしまいます。ほらよ。あー、蜜全部舐めちゃった。あー、うるせえな。泣くんじゃねえよ。ちょっと待ってろ。なあ、団子や。へい、なんでしょう。その壺には何が減ってるんだえ え、蜜ほんとかちょっと蓋開けてみろ。またいちゃもんつけられちゃたまらないと団子屋が三つ壺の蓋を取ると、八五郎三つ壺の中に舐めた団子をチャポン。あ、ちょいとお客さん困りますよ。団子屋の文句を右から左に流して団子を金棒に渡すと、金坊嬉しそうに。 団子の蜜を全部すすってしまいます。ねえ、おじいちゃん、その壺には何が入ってるのなんだいこの親子は。ほら、もう向こう行って。怒った団子屋は二人を追い払います。さあ、早えいとこ天神様にお参りに行かねえと怒られっちまう。天神様は神様だもの。怒ったりしないよ。あ、お父っちゃん、タコが売ってるよ。ねえ、買っとくれよ。 団子買ってやったばかりじゃねえか。ダメだよ。うーん、タコ、タコ。ああ、もう分かった。分かったよ、こんちくしょう。ぶつぶつ言いながら金棒をタコ屋の前に引っ張って行きます。どれにするんだあの一番大きいのがいい。バカ。あれは売り物じゃなくてタコ屋の看板代わりなの。なあ、タコ屋、そうだろ八五郎が目で合図しながらタコ屋にそう尋ねると、 いえ、売りますよ。売らねえって言えよ。そんなこと言われても、手前も商売ですから、飾ってるものは売りますよ。顔を赤くする八五郎を無視して、タコ屋は金棒に目を向けます。お父っちゃんがタコを買ってくれないそんなことない、買ってくれるよ。優しいお父っちゃんじゃないか。と、これ見よがしにそう言うと声を潜めて、どうしてもダメって言われたらね。 そこの水たまりにひっくり返って手足バタバタ余計なこと教えんじゃねえ。分かった、買うよ。八五郎、結局タコも買わされてしまいます。ほら、今度こそ天神様にお参りするぞ。何タコ揚げしたい何言ってんだこんな人混みでタコ揚げる馬鹿があるかんそこの空き地でやってるああ、ほんとだ、タコ揚げしてやがら。しょうがねえな。今日はおめえに付き合ってやら。 ブツブツ言いながら空き地へ行くと、金棒にタコを持たせます。よしじゃあこのタコを持って後ろに下がれもっともっと後ろあもうちょっとよし止まれあ、そこは枝が出てるから、もうちょっとそっちに寄って、いや違う違うそっちだよそっちお父っちゃんこっちそれともこっちそっちだそっちあそうそうあそこでいいお、風が吹いてきやがったいいか ?1、2の3で話すんだぞ火の踏みあ、それ話せ 一気にタコの紐を巻くとタコが空に上がってゆく。それ、風に乗ってどんどん上がっていくぞ。糸を巻いたり緩めたりしながらタコを操るうちに子供の自分を思い出して八頃をだんだん楽しくなってきます。わあ、おとっちゃんうまいね。<laughs> おとっちゃんガキの自分はタコ揚げで負けたことはなかったんだ。それ。ねえ、おとっちゃん、あたいにも持たせておくれよ。おう、ちょっと待て。 ちゃんと上がったら金棒にも持たせてやるからな。おっと、お、それ。ねえ、おとっちゃん、あたいにも持たせてってば、うるせえな、こういうものは子供が持つものじゃねえんだ。あっち行ってろ。ぶら下がって邪魔をする金棒に、八五郎をイライラしてつい声を荒げてしまいます。すると、金棒呆れ顔で、こんなことなら、おとっちゃんなんか連れてこなきゃよかった。